スペンサー・ワート・スペンサー・アール・ワートはアメリカ合衆国の科学史やアメリカ物理学協会の物理学史センターで1974年から2009年の大官までセンター長を務めた名前はウィアートとも表記されるデトロイトに生まれるコーネル大学に学んだ後1968年コロラド大学ボルダー校で物理学天体物理学の博士号を取得した その後3年にわたり、カリフォルニア工科大学のフェローとしてウィルソン山、天文台とパロマ天文台に勤めたが、1971年には、科学史の研究に転じ、カリフォルニア大学バークレー校歴史学科で科学史を学んだ。ジョーンズ・ホップキンス大学、プリンストン大学などで科学史を教え、現代科学史を中心とした多くの著書、編書がある。各の恐怖全史は、 核戦争の危機に対しアメリカの人々がどのような心理的な恐れのイメージを抱いてきたかを軍や政府の資料だけでなく映画、コミックやかつてのベストセラーなど多くの資料をもとに歴史的に明らかにしていく。ネバー・アット・オでは民主主義制度の中での争いの歴史を分析し民主性を緻密に分類した後に民主的な共和国の国家間では 戦争が例外なく防止されてきたことを主張する。温暖化の発見とは何かは温室効果ガスが地球温暖化の原因であるという説が科学者にいかに受容されその危機が認識されてきたかを明らかにする。19世紀、ジョン・ティンダールによる大気の温度についての温室効果の発見に始まり、1950年代の地質学的データ、 近年のコンピュータシミュレーションなどの多様な研究を介して積み上げられてきた証拠を幅広い歴史的視点から分析している。ありがとうございます。